メディアを再生するオランダのツーテルメールにあるアルキメディアンスクリュー水を組み上げる動作のイメージ映像アルキメディアンスクリュー、アルキメデスの螺旋、またはスクリューポンプとはポンプ、スクリューの一種である。缶の内部に螺旋があり、回転することで連続的に髪型へ移動させる。効率は低いが、粘性のある液体の搬送にも適している。主に液体の搬送などに使われるほか、 最氷船等の推進機としても用いられる。また、逆の動作となるが、上部から水を通すことで得られる。シャフトの回転を利用したマイクロ水力発電にも活用されている。アルキメデスが発明したとの言い伝えからこの名が付けられたが、アルキメデスの時代よりも4世紀前の紀元前7世紀、アッシリア王ンナケギブの時代に、すでに使用されていたとする学説もある。 アルキメディアンスクリュースペインの炭鉱の排水のために用いられたローマ時代のスクリュー一般的にはスクリューポンプはアルキメデスがエジプトを訪問した際に彼が考案したとされるヘルニズム時代以前にこの装置がギリシアには知られていなかったこととアルキメデスが生きていた時代に名もなき技術者によりこの装置がギリシア世界にもたらされたことによりこの言い伝えが生まれたのかもしれない ギリシアローマ時代のスクリュー、そのため装置の外周の筒がスクリューにしっかりと固定されている必要があった。一部の研究者は古代の世界の七不思議の一つであるバビロンの空中庭園を考えするためにすでにスクリューが用いられていたと主張している。ステファニー・ダリーが翻訳したアッシリア王ンナ・ケリーブの設計文字の文書には従来の説よりも約350年早い時期に 制度で鋳造されたスクリューが用いられていたことが書かれている。ストラボンは空中庭園がスクリューによって考えされていたと書いているが、これとまさに一致するのである。14から15世紀のドイツの技術者、コンラート・キーザーは、その著作、ベリ・ホルティスの中でアルキメディアンスクリューをクランクの仕組みにより動かす方法を述べている。この方法は便利であったため、 昔ながらに筒を足で踏みつけて動かす方法に変わり、あっという間に広まっていった。日本でも、かつては、高道の排水に汎用された。佐渡金山では、水上林や流土井と言われ、1637年に、大阪の水学総法という盲人が、佐渡金山に紹介した。江戸時代において、最も効率的に排水ができる装置であった。また、水学は1636年に、 長崎郊外上島沖に沈没していたポルトガル船からからくりを用いて銀600貫余りを引き上げたと長崎市に記述されている。このほか1674年頃島根県の出雲で洪水が発生した後の田畑を開墾するために上方から水学が招かれた記事がアラコン県与にあるアルキメディアンスクリューの動き排水用風車の 代わりとして設置オランダのキンデルダイク管の内部に螺旋があり、回転することで連続的に髪型へ移動させる。効率は低いが、粘性のある液体の搬送にも適しており、現在でも各地で用いられている。アルキメデスのスクリューは空洞の筒の中に入れたスクリューによって構成される。スクリューは通常、風車、人力、牛あるいはモーターなどの現代的な手法により、回される。 軸が回ると、螺旋の底面が一定量の水を救う。この水は回転する螺旋により上部へ押し上げられ、やがて筒の上部から流れ出す。一回転するごとに救われる水の量が漏れていく。水の量と比べて大きい限りにおいて、スクリューと筒の接触面の隙間を完全に塞ぐ。必要はない。一つの層から水が漏れても、スクリューの次の層がそれを受け止め、上へと運んでいく。 静止した筒の中をスクリューが回転するのではなく、筒とスクリューが一体化して同時に回転するタイプのものもある。この場合、スクリューと筒がピッチ、または他の接着剤により貼り付けられていたり、スクリューと筒が一体的に鋳造されたりしている。線なケり部が用いていた制動性の重厚な装置は駆動チェーンで動かす不安定なものだったが、これとは、 対照的にギリシアやローマの一般的なウォータースクリューのデザインは単純明快だった。細長い木材を重い木製の柱に巻き付け、二重、あるいは三重の螺旋が作られた。螺旋の周りに細長い板を固定し、ピッチで防水処置して円筒が作られた。スクリューコンベヤーは筒の中に含まれたアルキメデスのスクリューである、モーターによって回転し、 コンベヤーの端から端へと素材を届ける。特に、プラスチック粒子の射出成形や、穀物の搬出など、粒状の素材の移動に適している。また、液体の移動にも用いられる。工業の現場においては、ロータリーバルブや搬送スクリューなど、一定割合、または、一定量の素材を工程に投入するために、用いられる。アルキメデスのスクリューの応用型は、射出成形機、 ダイカストマシン、プラスチックの押し出し成形などでも見られる。それらの機械においては、素材を圧縮、誘拐するために、螺旋部分の幅が狭い低減ピッチが用いられている。回転スクリュー圧縮機も、アルキメデスのスクリューを用いているほか、一部のゴミ、圧縮機でも利用されている。船舶工学アルキメディアンスクリューも、参照上部からの水にて回転する、スクリュートロス水力発電所水を、 アルキメデスのスクリューの上部に注ぐとスクリューが回る。回転するシャフトは発電機を回すことができる。このような装置はポンプのスクリューと同様の有益性がある。非常に汚れた水や極端に水量が増減する場合にあっても効率的に水流を利用することができる。英国では2カ所でスクリューの回転を利用したマイクロ水力発電施設を稼働させている。 同国ノースヨークシャー州にあるセトル町に設置されたセトル水力発電所と同国ダービシャー州にあるニューミルズ町に設置されたトロス水力発電所である落差の少ない英国の一般的な河川でも小規模の発電機を動かすことができる。例えばテムズ川の水流を利用してウィンザー城にも電力を供給している。2017年、米国コネティカット州のメリデン市に 米国で最初のスクリュー型発電機が稼働したメリデン氏の事業ではニューイングランド水力発電が設備を建設運営している最大出力は1 9 3キロワット5年間の稼働期間において約55%の設備利用率を想定しているありがとうございます